皆さんこんにちは。司法試験2021年度、令和3年司法試験分析会広報系始めさせていただきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。すいません、少しお待たせしてしまって。で、司法試験まず受けられた方、お疲れ様でした。で、まあ広報系はですね、まあ、問題形式はまあ例年通りそんなに変わらないんじゃないかなと思います。で、憲法に関してはですね、やっぱここ数年の傾向なんですけど、やっぱ資料とかが非常にコンパクトになっていて、今回なんかね、法律じゃなくて法律案でもなくて法律案の骨子になってましたね。法律案の条文でもない。なので逆にそのね、事務処理のスピードを、まあ、処理量を抑えることによっていっぱい書いてねっていう試験員のメッセージなんかなとかね、ちょっと思っておりました。で、行政法も非常にオーソドックスで、まあ、処分、訴えの利益で、まあ、法案の主張、ただ、まあ、国法じゃなくて条例ベースになっています。でね、条例の方が正直問題作りやすいんですね。なんでかというと、国の法律って結構かっちりできていて、基本的に論点になりそうなところは大体もう判例に出ちゃってる。でも一方、条例っていうのは地方独自に作れるので、いろんなことができるので、まあ行政法に関しては条例の問題作りやすいというところが挙げられます。でですね、じゃあちょっと早速中身に入っていきましょう。まず憲法です。で、問題文は皆さんもう読まれているという前提でね、簡単にだけ確認させていただきます。で、こちらのね、広報系というレジュメの2ページ目ですね。で、第1問。まあ、一段落目は2000年、まあ、デモが各地に起きている。で、集団行進で顔を隠している。で、大きな旗振り回すとか、髪燃やすとか、そんな行動も取られていて、SNS を通じて配信されている。で、私もね、実際これ2時間で解いてみたんですけど、まあ、このあたりでね、ひょっとしたら象徴的表現なんか聞かれるのかなとか思いながら読んでました。象徴的表現ってわかりますよね。アメリカなんかでは徴兵カードを燃やすという行動によって、反戦という、 こう表現をする、まあ、今回実際それはあんまり関係なかったのですが、そういうことを読みながら読んでました。で、なんで顔を隠すのかっていうことが2段落目に書いてる。まあ、顔を隠さないと、デモに気軽に参加できるみたいなことが書いてるんですね。で、2っていうところでは、参加者の大部分は平穏に行動してるんだけど、一部のものが商店を破壊したりゴミ箱を放火したりする。で、2段落目は逮捕者にはちょっと問題となる団体の構成員が相当数含まれている。で、2の3段落目は公安委員会は主催者側に適切な対応を求めてるんだ。でも、まあ、顔を隠してたりするのでね、逮捕なんかもなかなか困難だ。で、そこで3、このような状況に強い懸念を抱いた国会議員 X らは次のような規制を内容とする法律案を検討している。で、これがターゲットですね。今回の規制丸1、顔を隠して集団行進に参加することを禁止する。で、規制丸2、集団行進において公共の安全を害する行為を行った者が一定比率含まれる団体を観察対象として指定、当該団体がその活動のために利用している機関紙、ウェブサイト、SNS のアカウント等について報告を義務付ける。で、別点資料が法律案の骨子です。でね、ちょっとこの骨子確認したいんだけど、規制丸1と規制丸2に違反した時のペナルティは何か。これ全然違いますよね。それが刑罰なのか、例えば行政指導なのか、全然それによって違いますので、5ページ目見てください。で、これが骨子で、まあ、第一目的がさーっと書いてます。で、第二が定義書いてあって、第三、ここ見てください。顔面を覆う行為の禁止。何人も集団行進において正当な理由なく顔面を覆う行為をしてはならない。で、この規定に違反したもの、これなんですね。10万円以下の科料。これはね、やっぱりチェックしてくださいね。何が課せられているのか。科料で、これ、行政罰ですよね。ってことは刑罰よりも軽い。そこはやっぱ使いたい事情ですよね。じゃあ次ね、第4、観察処分で、これ1番、 AH 委員会は集団行進において公共の安全を害する行為を行っていると認められる団体に対して1年を超えない期間を定めて AH 庁長官の観察に付する処分を行うことができる。で、更新できる。で、2、観察処分を受けた団体の代表者は名義の違反を問わず、団体の活動として団体の主義、主張等を不特定または多数の者に対して伝えるために利用する機関紙、ウェブサイト、SNS のアカウントについて
1ヶ月ごとに報告、まあ、結構頻繁ですよね。だから例えばね、団体結成時に届け出るとかそういうレベルじゃなくて1ヶ月ごとに報告で、これよく読むとアカウントに変更がない場合も報告しなければならないような書きぶりになってます。もちろんその細部に関しては法律案の骨子ですので、これから詰めていくのかもしれない。で、3、A2 庁長官は必要と認めるときは監察処分を受けた団体の名称、当該団体の活動との情報を各都道府県公安委員会に提供することができる。で、4、監察処分を受けた団体の代表者が正当な理由なく第 4-2 の報告義務に違反した場合、虚偽の報告を行った場合を含むは、これ50万円以下の過料、これが罰則なんですね、ペナルティなんですね。まあ、このあたりも踏まえて法律事務所の会議録、これを読んでいきましょう。で、2ページ目に戻りまして、ちょっとこの会議録は丁寧に読み込んでいきたいと思います。で、まず規制丸1ですが、暴力的な行為をしている者だけではなく平穏にデモを行っている多くの参加者にまで一律に規制を及ぼすのは行き過ぎではないですか。まあ、こんな指定がなされているんですね。で、もしこれを入れて憲法上の議論にするならどういう話になります。まあ、一律に規制するのは行き過ぎってことは、例えば過度に広範ゆえの無効の理論とか、そういった立論は可能ですよね。で、私はね、憲法の問題解くとき、いろんなことを考えながら、まあ、ブレインストーミング的に読んでいきます。で、それでちょこちょこメモをしながら書いていきます。で、そのブレインストーミングを問題文読みながらやっていって、答案構成の段階でじゃあ何を書くかを決める。結構発想って憲法大事なんで、私は個人的にそうやってます。なので、これ例えばね、例えばですけど、これ過度に広範みたいな、もう自分で分かればいいんで、こういうふうにメモしながら書いていくんです。あ、ちなみにね、もうこう試験対策の話なんですけど、完全にこうやって問題文にメモしながら読んでいくメリットはね、もう一つ、これ全科目に言えるんだけど、最後の5分ぐらいになって、あ、これ書かなきゃいけないんだった、論点落としてたって気づくことありますね。そういう時メモがあるとさっと3行ぐらい最後に書けたりするんですよ。で、それだけでも論点に触れてるから違うんですよ。なのでね、もし論点落としに気づいた時も、まあ、リカバリーが効きやすいっていうのもあります。で、 X 規制丸1の目的は集団行進において公共の安全が害する行為が行われることを抑止、これが主目的で、でもそれ自体を規制するつもりはありません。お、これめちゃくちゃ丁寧な誘導ですよね。本当はこれ普通に気づかなきゃいけないんだけど、これ何言ってるか分かります？まあ、デモ行進をする自由、まあ、集会の自由なのか表現の自由なのか、それどっちでもいいんですけど、集会の自由とか表現の自由そのものの規制ではなくて、こっち行為が行われるのを抑止するために規制されちゃった、付随的規制、間接的規制、あるいは時場所方法の規制、内容中立規制、まあいろんな表現あるけど、どれも違憲審査基準を緩やかにする方向の話になりますね。あ、そういう話なんだ。まあ、メモするのは間接的、付随的、あの間接的付随的規制で構成してもいいし、内容中立規制で構成してもそんなに変わりません。内容中立規制、こういう話なんだなってメモしながら読んでいく。で、顔を隠さなくても集団行進を通じてメッセージを届けることは十分に可能なはずです。他方、覆面や仮面で顔を隠すことによって誰がやっているかわからない感覚が生じて、普段しないような行動に走る面があることは否定できません。お、これが国側が考えている立法事実なんだな。まあ、言いたいことはわからなくもない。顔を隠すと匿名になって気が大きくなってやっちゃう、まあ、SNS なんかそうですよね。悪口いっぱい書き込む人いますよね。で、その一方でこれ確固たる立法事実と言えるのかも若干の疑問がある。例えば有害図書を青少年が読むと本当に非行に走るのかとかですね、そういうレベルなような気もするので、あ、これ取扱い注意だなって考えながら読んでいきます。これ覆
面や仮面で顔を隠すことによって誰がやってるかわからないという感覚が生じて、普段はしないような行動に走る面があることは否定できない。でこのような微妙な事例はね、例えば関連性って話ありますね。実質的関連性、合理的関連性。例えばこのレベルの関連性は実質的関連性はないけど合理的関連性はあるとかね、そういった構成できるし、まあ、いろんな使い方ができるものになります。で同じようなことはウェブサイトや SNS での表現一般をめぐっても問題になっています。でこれもね、私は使いませんでしたけど、人によってはいや SNS の匿名の話とその辺の路上で顔を隠す話は違うじゃないかってとこに使えますよね。だからどうやって使うかを考えながら読んでいくんです。で、司法試験ってね、まあ十数年前に新司法試験に変わりました。今のようなスタイルです。で新司法試験の開始当初、まあ、2006年頃は使えない事情もどう考えても使えない事情も問題文に書いてあったんですよ。泥舟みたいな。でも今の司法試験って使える事情しかないんですよ。だから何とか構成したら使えるような事情が散りばめられているので、この事情を使い尽くすみたいなイメージで解いていただくと憲法は非常に点数がつきます。ご存知の通り憲法はね、理論的なこととか判例書いても点数はつくんですけど、それ以上に当てはめだなって意識皆さんあると思います。で当てはめ何をすればいいかっていうと、例えばね規範やって当てはめをするっていうと難しいんだけど、事実からアプローチしていくと意外にできるんですよ。この事実をどう使うか、その発想の方がいいですし、実際ねそれ実務感覚としても間違ってない。だって弁護士も裁判官も検察官も事実見てどうするか決めるから。なので事実からアプローチしていきましょう。で続きです。こう顔を隠すことが許される正当な理由としてはどのようなものを想定していますか。で、感染症対策とか進行上の理由で、文言の明確性は検討しなくて良いということになります。なのでこれ正当な理由としても感染症対策とか進行上の理由というのは考慮されているので、だからこれがね信仰の自由の制約にならないかとか、そういった話は書かなくてよいということです。まあそれはもう除外されてるんだと最初から。で文言の明確性もいらないということになります。で次に規制丸2ですがってなってます。でまず規制丸1片付けちゃいましょう。でこの規制丸1なんですけど、問題点書いていくと結構ね答案にできたりします。で私はね個人的には3段階審査とか使わないんですけど、まあ正直ね発想としてはね普通の二重の基準の似てると思います。で結局何を確定させなきゃいけないかというと、まず人権があって人権の侵害があるか、これはね考えなきゃいけないです。なんでかというと憲法も法解釈学なので、権利があって権利侵害がないと裁判のベースに乗りません。なのでまず権利侵害、権利制約がそもそもあるのか問題になる。でまず、まあ、これ顔を隠す権利ってやってもいいんだけど、集団行進に際してだけ顔を隠すことが禁止されているので、まあ顔を隠して集団行進をする権利ってやった方が素直でしょう。なのでまずこれね、権利は顔を隠して顔を隠して集団する行進する権利、これが侵害されている、制約されていると考えている。で、そもそも集団行進する権利って何条？これね、大体大きく分けて2つ説あって、表現の自由って構成する説と、動く集会だから集会の自由って構成する説があります。どっちでもいいです、どっちも有力です。なのでこれ表現の自由か、要するに集団行進が表現行為なんだで構成するか、集会の自由、集会結社の自由
どちらでもいいです。で、結論も変わりません。どちらにせよ単独で表現する自由よりも厳しく制約されるし、集会の自由っていうのは表現の自由とちょっと違う考慮が必要なんで、どちらでもそんなに結論は変わりません。で、例えばね、これ表現の自由で構成するとして、芦部先生なんかそうですね、表現の自由で構成するとして、これ国側の反論としては、そもそも集団行進する権利そのものを制約してないと、顔を隠すのを禁止 してるだけだから権利制約はないって言ってくる可能性がありますね。なのでここを処理しているだけで、まあ、論点が一つ潰せることになります。論点というかね、権利制約性ですね。で、今日の分析会ではね、回答例2つ見ようと思ってます。一つはレックの、まあ、編集部というか教材班が作った回答例で、もう一つはですね、私が2時間で書いてみました。これ実際、2時間で書いたんで完全回ではないんですけど、まあ現実的な答案として参考になると思いますので、その両方見ていきたいと思います。で、まず講師作成答案、これ見てください。で、今の規制丸1の部分だけまず見ていきましょう。もう2時間でざーっと書いたやつです。1、2時間というのは実際手書きじゃないので、もちろんパソコン使う分の時間は短くしてということですね。だから現実的に答案構成を、まあ、3、40分でやったって話です。1、権利制約はあるか。で、顔を隠して集団行進に参加し政治的主張をすることに対し過料を科すことは集団行進の自由の制限であるか。で、まず表現の自由なのか集会の自由なのか、その問題を片付けたいと思います。で、まず集団行進の自由は政治的表現と一体であるので表現の自由により保障される。で、なお暴徒化の恐れ等の特殊事情は権利制約が許されるか否かの点で検討すればよい。これあっさり表現の自由にしました。でね、これ大展開しない方がいい論点ですね。一応その集団行進の自由が表現の自由で構成するか集会の自由で構成するかというのは確かに論点なんですよ。でも結論にも大した影響を与えない純粋に理論的な問題なので大展開しない、もう 2,3 行でちょっと書けばいいぐらいの論点です。で、むしろこっちの方が大事ですよね。これに対し表現の自由の侵害はないとの反論が考えられる。すなわち集団行進や政治的主張それ自体は禁止しておらず権利制約はない。また顔を隠すことはそれ自体で何かを伝えるわけではないので、で、もし顔を隠すことで何かを伝えるものだったらおそらくね、正当な理由がありっていう話になるので、今回はこれでいいでしょう。顔を隠すことはそれ自体で何かを伝えるわけではないので表現行為ではない以上顔を隠す点を規制しても何ら権利制約がない。これが国側の批判ですね。しかし顔を隠すことでデモの報道で顔が映る心配がない、就職活動や職場のことを気にせずデモに参加できるという声もあり、集団行進による表現が容易になるという効果はある。で、問題文に書いてあった顔を隠すことで安心してデモに参加できるみたいな事情を使いたかったんですね、私は。で、この事情っていろんな方向に使えて、例えばネガティブな方向に使う人もいますよね、そんなわけしかなんて。でも逆にポジティブに使える話もある。実際にそれでいろんな表現がやりやすくなるっていうポジティブな方向に受け止めるとこういう書き方になります。で、またで、これはね、憲法学者は触れてほしいんじゃないかなって、これ個人的な想像ですよ。今回は表には出てないけど、公権力による弾圧を恐れ集団行進に際し顔を隠す場合もある。これまあ幸いなことにね、日本ってまあ人によってね考え違うけど、私個人的には非常に人権守られてる国、何か政治的批判しても殺されたりはしない。でも世界中見ると政治批判しただけで殺されちゃう国があって、覆面でね政治活動やってる人もいるんですね。逆に南米なんかではね、マフィアの裁判、裁判官も顔を隠したりすることもありますよね。なのでこれもね、気づいたらちょっと書きたい、ここか、
公権力による弾圧を恐れ集団行進に際し顔を隠す場合もあることを考慮すると当該法律案は表現の自由の間接的制約になっていると解するべき。で結局のところこの間接的制約とか付随的制約とかあるいは内容中立規制か内容中立規制とかそこはちゃんと指摘したいところですね。でここに落ち着ける。じゃあ権利制約あったけど間接的制約ですよ。で違憲審査基準を立てます。で三段階審査の人は、まあ、正当化とかそういう表現をしてください。でしかし表現の自由といえども公共の福祉により制約される。そしてどの程度の制約が許されるかは権利の性質と制約対応で考えるべきである。でちょっとコメントなんですが、まあ、足部先生の本使われている方も多いと思うんでそれで書きました。で足場先生の違憲審査基準の導き方はこの権利の性質と制約対応この2つで考えます。権利の性質というのは人権の重要性とか制約の必要性なんかも一応ここに含まれますね。例えば足部先生はね、表現の自由は極めて重要な権利で制約対応が内容中立規制だと極めて厳しい制約対応なので一番厳しい基準を使う。でちょっと口頭で言うと足部先生は表現の自由大事なんだけど内容中立規制だと制約対応が若干緩やかだから LRA を使う。経済的自由だと若干権利の性質は表現の自由より重要度が下がるって、あと制約対応ね、まあここで二分論なんか使うんだけど足部先生はそのように判断しています。ちなみにこういうことね言うとね、足部先生の岩波の方に書いてませんよって言う人いるんだけど違うんですよ。あれはあくまで放送大学の教科書ベースだから基本的なことしか書いてない。足部先生の考え方はもっと分厚い憲法 1,2,3 みたいな本の方に書いてるんですね。でそういうエッセンスを取り出すとこういうことになる。権利の性質と制約対応で考えるべきである。でこの点表現の自由でもう皆さん大好きですよね、自己実現の価値自己統治の価値で書きました。1自己の思想を他者に伝え、自己の人格形成の一環をなすのみならず民主性の発展に資するという価値を有する。でこれもよく言われていることなんですけど、自己実現の価値自己統治の価値があるとだけ書くとこれね、まあ学問書だったらいいんですけど答案としてはちょっと不親切ですね。だって答案って自分の理解を示す場なんで自己実現の価値の中身説明してあげなきゃいけない、自己統治の価値の中身説明してあげなきゃいけない。なら例えばね、なんちゃらという自己実現の価値があるって書いてもいいし、私のように自己実現ってワードは使わないけどこのように自己の思想を他者に伝えみたいに書くアプローチもある。あちなみに私の答案でもね、試験官絶対わかりますよ採点者。自己実現の価値って書いてなくてもあそういう中身を言いたいんだなって採点者プロですから当然わかります。でまた、思想の自由至上論も使いました。多様な思想を社会に検出させることで思想の自由思想を発展させるという価値もある。一方で本件規制は表現内容そのものに着目した規制ではなく表現方法の規制に過ぎないので制約対応としては比較的緩やかである。内容中立規制ということも触れました。で、私はこれでですね LRA を使いました。そこで立法目的が重要で他に選び得る手段がない場合に限って合憲と解する。で立法目的、あと国側の主張ね。でここで本件は大規模なデモの最中に暴力的な行為が散発的に行われるが顔を隠している場合摘発が困難なため顔を隠すことを禁止したものであって本件は間接的付随的規制の事例でありサルフツ基準を使うといった主張も考えられる。ちょっと判例を意識しました。サルフツ基準っていうのはあのサルフツ事件の基準ね、有名なサルフツ事件の基準。判例はあれもね間接的付随的の事例に広く使ってるんですよ。だからおそらくね国側でもし裁判になったとしたらこれはサルフツ事件の基準を使って緩やかに判断すべきなんだ、なぜなら間接的付随的規制だからと言ってくると思われます。でそれをかわすためにどうするか、確かに本件は間接的付随的規制の事案なんですけどよく考えてください。最高裁がサルフツ事件で間接的付随的規制の事案は全部サルフツ基準を使いますよって言ったわけではないですよね。あれはあくまで公務員の政治的表現の間接的付随的規制の事案なんで今回の事案は射程外ということは別に可能です。なので射程外と言いました。しかしサルフツ基準は極めて緩やかな基準であり
本件のように表現の自由の間接的制約が問題となっている事案に使うことは不適切である。公務員が主体でない本件においては射程外である。じゃあ当てはめです。あ、でちょっと LRA の基準で結構誤解されている方も多いので、コメントです。 LRA の基準、これね、立法目的が重要で他に選び得る手段がない場合に限って合憲と解する。あの立法目的は重要です。ただ LRA 使うときは目的が重要ってのは省略することが多いってだけです。あとね、芦部先生の教科書に目的が正当って書いてる場合もあるんですけど、あれはね、憲法学者の間ではちょっと筆が滑ったミスと言われてます。あの重要正当っていうランクで言うと LR は目的が重要で、ちょっと書きますね。これもせっかくの分析会で私と普段お会いしない方もいるので、芦部先生の理論は芦部先生は意見審査基準を3つのレベル、4つの段階に分けます。厳格審査基準が一番厳しい、これ一番上ね。で LRA、 厳格な合理性、合理的関連性の基準、で芦部先生の説を理解するポイントは上中下ってあって、中が2つある、中の上と中の下があるっていうのがポイントなんですよ。中の上が LRA で、中の下が厳格な合理性の基準。この2つ合わせて学説は中間審査基準って言ったりします。で芦部先生はこのね、中を2つに分けることによって綺麗なグラデーションの意見審査基準が作れた。表現の自由は上2つ、経済的自由は下2つを使うということです。つまりもうお分かりだと思いますけど、厳格審査基準は表現の自由の内容規制に使って、LRA は表現の自由の内容中立規制に使って、厳格な合理性は経済的自由の、まあ、目的二分論を使っているので、芦部先生は消極目的に使う。で合理的関連性は経済的自由の積極目的規制に使う。こういうことになります。まあ、もしね、芦部先生の説で書きたいという方はこれを押さえていただいて芦部先生の本を読むとすごくすっきりわかると思います。で何が言いたいかというと、LRA は厳格な合理性の基準より上の基準だから目的が重要なんですよ。厳格な合理性は目的が重要だから LRA も目的が重要で、一番上の厳格審査は目的が必要不可欠、一番下の合理的関連性は目的が正当ってことなので、 LRA は普通に考えて目的が重要、そういうことになります。あのね、これなんでお話しさせていただくかっていうとね、司法試験の試験委員のね、あの採点実感みたいなやつでね、結構何年か前かな、10年近く前なんだけど、試験委員がね、苦言を呈してたことがあったんですよ。何かというと、憲法学者の用語ってブレがあるんだけど、
答案で書くときは一般的な用語を使ってくださいと、これはっきり言ってきたことがあります。なので、まあ、目的が重要とか正当も一般的な用語、 LRA は目的が重要、そういうことを、ね、意識して書かれた方がいいと思います。いいでしょうか。ちょっと脱線しました。じゃあね、当てはめなんですね。で、これが主体ですよね。で、どうしました？皆さん、これ違憲にしました？合憲にしました？で、私いろいろ考えたんですね。最初はね、正直ね、合憲かな、合憲にしようかなと思いました。ということは、なんでかというと、まあ、確かに立法目的、立法目的私はこう認定しました。実際に顔を隠した、デモの参加者の一部が商店のショーウィンドウを破壊、ゴミ箱を放火、警察官に傷害を加えるといった立法事実がある以上、これらのものを摘発するという目的で、この立法目的は必ずしも明確じゃないんだけど、まあ、問題文読むと、要するに顔を隠してると暴行とか傷害やっても逮捕できないと。だから逮捕するため、ひいては公共の安全を守るため、これが立法目的なんだと考えられるので、それを引っ張ってあって、刑事司法の適切な運用が国家に要求される必要不可欠な任務であることを考慮すると重要と言えるとしました。あとね、目的が重要とか必要不可欠って書く人いるんだけど、事実を書いていきなり目的が重要って書いてしまうと評価がないですよね。ただね、正直言うと目的がどこが重要で、どれが正当で、どれが必要不可欠なんか、これ明確な基準が正直ないんですね。というのも、なんでかというと、これご存知の方はもういらっしゃるかもしれないけど、アメリカの憲法の用語をそのまま訳しただけなんですよ。で、一番下の目的が正当っていうのは何かというと、これね、合憲性がそもそも推定されているって意味なんです。だから要するに議会が作ったものは全部正しいという前提で、よっぽどおかしいものだけ否定するぐらいのニュアンス。だから正当だと目的は大体正当になる。あまりにありえない目的が国民の命を根絶やしにするためとか、よく分かんない目的だけ違憲になる。それが目的が正当で、重要と必要不可欠の違いっていうのがなかなか難しい。ただね、試験対策でいうと、これね、事実を書いて一言入れて重要っていうだけで、なんか書けてる気分になってきますし、試験員も書けてると認識します。例えばこんな感じ。刑事司法の適切な運用が国家に要求される必要不可欠な任務であることを考慮すると重要と言える。まあ、こんな感じで一言入れてください。で、これだと納得しない方もいるので、もっと深く言うと、私の中でね、実は折り合いがついていて、必要不可欠ってのはね、あの夜警国家ってありますよね。昔何かというと、国家の必要最低限の任務しかない国家、例えば国防とか外交とか警察とか、そういうものだけやってるのを夜警国家と言いました。でも逆に言うと、夜警国家がやる任務っていうのは国家に絶対必要じゃないですか。つまりここに書いてる刑事司法の適切な運用っていうのは、夜警国家ですらやる国家の必要最小限の任務だから、そもそも必要不可欠なんですよ、この目的は。だから必要不可欠だったら当然重要っていう発想で私は書きました。一応丁寧に説明するとそういうことです。じゃあね、手段、まあ科料50万円ぐらいだから、あ、10万円か、科料10万円ぐらいだから、最初ね、必要最小限の規制だなって書こうとしたんです。でもね、ちょっとよく考えると一個腑に落ちない点があったんです。これね、私はだから踏み込んだ答案です。だからここまでやらなくても普通に合格できます。今回ね、顔を隠して殴ったりする人を逮捕できないから顔を隠すことを禁止したんですね。で、顔を隠したら科料なんですね。でも顔を隠してどうやって科料を課すんですか。だって顔を隠して科料を課すためには、顔を隠してる人を摘発しなきゃいけないですよね。現行犯だったら摘発できるけど、後から摘発なんて顔を隠してるから無理じゃないですか。ってことは、これ意味なくないですかって発想なんです、私の答案は。もう一回言いますよ。顔を隠して殴ったりする人を逮捕できないから顔を隠すことを禁止します。でも顔を隠したこと自体結局摘発できないから、これ意味がないんじゃないか、関連性がないんじゃないかって筋で私は意見にしました。ただそれはね、いろんな考え方できると思う。で、ちょっと見てみましょう。しかし、そもそも科料を課すためにも対象者の特定が必要である。で、本件は顔を隠している時点で科料を隠すことで、
顔を隠すことを間接的に抑制することを狙っていると考えられるが、実際に摘発の場面になると現行犯的に摘発することが要求される。とすれば、覆面した者が暴行傷害等の犯行をした場合に摘発するのと困難さで言えばそれほど変わらない。また顔を隠しても摘発困難ということであれば、本件で彼を犯す実効性がない。すなわち本件手段は目的達成にそもそも効果的ではなく、そもそも関連性がないので違憲である。まあ、こんな感じで書きました。でね、アクロバットだって思う方いるかもしれないけど、憲法ってね、自分の発想をちゃんとね、論理的に取った発想なら答案化すれば点数きます。でよくあるのが、出題の趣旨のはそんなこと触れてなかったんだけど、試験が採点するといろんな考え方が出ちゃって、これも評価しますって採点実感で言うことよくあります。なのでもしね、自分なりの考え方が思い浮かんだら、ちゃんとそれを素直に言語化してください。論理的に通ってる考え方は、そうすると点数きますし、逆に説明しないと点数きません。いいでしょうか。でね、こんな答案書けないよって方大丈夫です。レックの答案例も見ましょう。こっちの後方形のレジュメの6ページ。第1規制丸1です。集団行進を行う際に顔面を覆うことを禁する規制1は、集団行進を行う事を侵害し、憲法21条1項に違反し、違憲となるのではないか。で、2の括弧1。表現の自由とは、内心における精神作用を外部に表明する精神活動を行う自由を言うところ、集団行進は一定の主張を表明するために行われる活動。でここがポイントですね。集団行進も一定の主張を表明するために行われる活動だから、要するに表現行為の一環だって言いたい答案になります。集団行進を行う自由も表現の自由に含まれる。したがって、集団行進を行う者はいかなる主張をし、いかなる対応で主張を行うかは原則として自由に決定することができる。でこれもね、多分この回答例書くから迷ったと思うんですよね。だって顔面を覆うことは集団行進の規制につながらないというのは明白なんだから、どう構成したか。この方はいかなる対応で主張を行うかも原則として自由に決定、これの侵害なんだって構成したんですね。そうすると、集団行進の際に顔面を覆うことを禁止する規制丸1は、集団行進の方法を制限するものであり、表現の自由に対する制約となる。でね、憲法って嫌いな人いますよね。特に民法とか刑法の考え方にすごくね、親和性がある方、憲法嫌いだと思うんですよ。ただね、憲法ってもう民法刑法みたいなかっちり決まってるこの文言の解釈じゃなくて、論理が通ってればいいっていう、そういう科目なんですね、基本的に。だから極端な話で言うと、違憲審査基準なんか知らない人が必要性と相当性でちゃんと当てはめかけば、私は合格すると思ってます。っていうか、ちゃんと当てはめできればトップレベルで合格すると思ってます。そういう試験なんですよ、憲法って。でそんなの法律じゃないって思う人いるかもしれないんだけど、これね、ちょっと英米法的な発想なんですね、ある意味説得の学問ですから、法律って。なのでちゃんと筋を通して説明するってところを意識してください。ですいません、ヨタ話でどんどん先行きます。でそうすると、集団行進の際に顔面を覆うことを禁止する規制丸1は、集団行進の方法を制限するものであり、表現の自由に対する制約となる。で括弧2、あで公共の福祉による制約があって、制約される権利の性質と制約対応の点から決定される。いで自由に意見を述べ、他者の意見を聞くことは個々人の人格を形成する機能があり、特に政治的主張の場合には人格形成に加えて個人の政治的プロセスに参加することを保障する機能がある。こうした表現の自由が持つ価値からすると、表現の自由に対する制約は厳格に審査することが必要となる。表現の自由の価値を述べて、一方でこれ表現の方法の規制なんだ、これやっぱ指摘してますね。公権力側が当該表現内容に対する否定的な態度を表明するものではなく、規制される方法以外の対応で表現することができるとして、上記の表現の自由が持つ価値に与える影響が小さいとして、審査基準の厳格度が下がるとの主張が考えられる。しかし、表現方法の規制であっても、その規制によって萎縮効果が生じる。これをマークしましょう。場合には、自由な意見交換の機会それ自体を減少させることになり、人格形成や政治参加という価値を害するのであるから、そのような規制の審査をする場合には審査基準の厳格度を下げるべきではないと解するべきである。この答案では萎縮効果が生じる場合は厳格度を下げないっていう話なんですね。でこれもね、憲法って頭柔らかくするの大事なんで、ちょっとお話しさせていただきます。内容中立規制って言ってもいろんなレベルのものがあります。
例えば夜中に拡声器で演説をしちゃダメだよっていうのはまあまああり得る内容規制じゃない、中立規制じゃないですか。でも例えばね、時の方法でも禁止される時間が1日のほとんどなら、例えば朝8時から9時しか政治的演説をしてはならないんだったら、めちゃくちゃ萎縮効果大きいじゃないですか。で、萎縮効果大きいって言ってもいいし、表現内容規制に匹敵するって言ってもいいんだけど、ものすごい強い規制になる。だから内容中立規制でもものすごい規制に、強い規制になる場合は厳格度を下げないんだってロジックは十分成り立つんですね。で、この回答例は萎縮効果というところに着目して論じてます。SNS との発展によりデモ参加者の様子が鮮明かつ広範囲に拡散する現代においては、個人を特定されずにデモ行進に参加できることは活発な表現活動に資する。ポジティブな方向に持っていくとこうですよね。顔を隠すことをポジティブに持っていくと、そうすると顔面横行と禁止する規制マネージャー個人を特定する可能性を高め、デモに参加すること自体を萎縮させる効果を持つことから審査基準の厳格度を下げるべきでない。したがって規制丸1はその目的がやむにやまれぬ目的であって、かつ目的達成にとって必要最小限度の手段であると言えなければ21条1項に反して違憲となる。厳格審査基準です。で、まず規制丸1の目的は暴力的行為を目的として集団行進に参加した者の行為や突発的に生じる暴力的行為によって公共の安全が害されることを防止することを目的。この目的は他者の生命身体財産が侵害されることを防止するものであり、基本的人権の侵害を防止するものとしてやむにやまれぬ目的であると言える。次に手段について検討すると、集団行進の際になされる公共の安全を害する行為は暴力的行為のみを目的とするものが顔を隠した集団行進に常時で行っていることが半数程度である。そうするとこの人はね、こう考えた。顔を隠して集団行進に参加している者の前後や隣に団体の正式な構成員を配置することを求めるなどして、正式な構成員以外の者によって集団行進の目的に反する行為がなされないようにすることは可能である。で、これ何言ってるかというと、厳格審査基準や LRA の基準を使った時、違憲というためには一つでもより緩やかな手段で目的が達成できるよって判例を示せば違憲になるんですよ。だから LRA とか厳格審査使うときは判例を探して書く。これがまさに判例の一つですよ。判例ってね、ジャッジメントじゃないですよ、こっちですよ、判例。要するにより緩やかな手段で目的達成可能なことを示す。これ何でもいいんです。一個示せばいいです。でね、私なんかね、受験生の時、ケースバイケースなんですけど、これ使ってました。行政指導でいいんじゃないかっていうのは結構書くようにしてました。例えばね、刑罰までいらないじゃないですか。行政指導のこういう指導でなんとかなる。みたいなね、ことは書いてましたね。じゃあ続きいきましょう。したがって暴力的行為のみを目的とする者の行為を防止するために行う規制として一律に顔を覆うことを禁止する。この一律の禁止が過剰な規制であると言いました。で、私は2時間の答案でこれ落としちゃったんですけど、書けるならやっぱこれ書いた方がいいですね。匿名性の担保について、匿名性の担保によって普段はしない行動に走る面があるとの主張は群衆心理によって集団を暴徒化する旨の経験則と同様にもう十分な社会的根拠を有するものとは言えない。そうすると顔を隠すことが衝動的な暴力行為を生じさせるという前提に誤りがある以上、顔を覆うことを禁止することは突発的な暴力行為を防止するという目的に適合する手段であるということはできない。で、必要最小限度じゃないし関連性もないから違憲。まあこういった答案例になります。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、規制丸2です。で、これは3ページに戻って、ちょっと弁護士事務所の会議録を少し丁寧に読んでいきましょう。で、3ページ目の上から1、2、3、4、5、6、7、8行目。
わかりました。次に規制丸2ですが、団体の規制に関する既存の立法と比べると、これどんな立法出てきます？破壊活動防止法とかね、現行法にもありますけど、あれはもうかなり危険な団体って言ったらあんまり良くないかもしれないけど、かなり危険な団体を規制してて、今回はびっくりするほどね、大丈夫この立法って話なんですよ。で、対象となる団体の危険性はさほど大きくないように思います。どのようにお考えでしょう？で、公共の安全を害する行為を実効的に抑止するためには、そのような行為を助長している団体の活動を把握する必要があります。で、国側は団体の活動を把握する必要、これが規制2の目的だって言ってます。で、規制2を担当するのは公共の安全の確保のために最近新たに設置された A1 委員会と A2 庁です。またこれですね、怪しいですよね。これ監察処分を受けた団体がそのことを意識して自覚ある行動を取ることも期待しています。これどういう意味なんでしょうね。すごくオブラートに包んでますけど、脅しっていう側面もありそうですよね。これなんとなくそんなことを考慮して読んでいきます。で、こう、団体の指定の要件に関してですが、そもそも構成員の範囲の確定が可能なのでしょうか。 X、 団体の指定の要件は我々の間でも議論になり、これまで逮捕者が出た事案を調査しました。構成員としては組織としての活動に継続的に参加しているものを想定しており、 A2 庁である程度の把握ができているとのことです。SNS をフォローして集団行進に参加しているだけのものは構成員に含みません。公共の安全を害する行為を助長している団体は、現状では構成員がおおむね50人から100人程度の比較的規模の小さなものです。これらの団体のいずれでも過去5年以内にデモにおいて法律案の骨子の第2の2に掲げる行為のいずれかを行い、処罰された構成員が全体の 10% 以上に上ります。構成員の 10% 以上という基準であれば、当面の指定の対象をこれマークしましょう。実際に問題を起こした団体に絞り込むことができると見ています。基準については今後の状況の変化を踏まえ A1 委員会で見直してもらいます。で、気をつけなきゃいけないのは、ここは見直しの可能性もあるから、がっつりね、ここだけを捉えて違憲だっていうのは得策ではない。まあ、ここは一つの事情として使う程度でいいんだろうな。で、また規制丸2で報告が義務付けられるのは、団体がその活動のために利用している媒体の名称等の名前だけなんだ。報告によって得られた情報は A2 庁による団体の活動の把握に用いますが、必要な場合には A2 庁が各都道府県の公安委員会に提供し、公安条例や道路交通法等の運用を通じ、公共の安全を害する行為の抑止に役立ててもらうこともあります。確認ですが、これマークしましょう。報告義務の対象となるものは、機関紙のほか団体が利用しているウェブサイト等、誰もが見るようなできるようなものですの。お、これって誰もが見ることができるようなものだけ報告すればいいから、あ、これ権利制約としては緩やかだなって最初は思ってました、私は。まあ、とりあえず読んでいきましょう。 SNS でもそのサービスの利用者であれば自由に閲覧できる投稿しているアカウント等もここには含まれてきますね。一方でサービスの利用にあたって用いている氏名、住所、パスワード等の情報は含まれないという理解でよろしいでしょうか。その通りです。現在問題と言っている団体は、団体名を使っているウェブサイトや SNS 等に限らず、さまざまなルートで公共の安全を害する行為を助長する可能性がありますが、そのすべてを把握するのは困難です。で、代表者幹部に限らず、構成員が個人名義のアカウントを使って団体の主張を流布する場合も含めて、それらを網羅的に把握し、団体の活動を継続的に監察する必要がある。で、うんぬんかんぬん、いろいろ言っています。じゃあね、規制丸2を考えていきましょう。で、まずこれ、団体を指定して報告を義務付ける一定の情報、憲法何条の問題にしましょう。これね、大きく分けて2つ考え方あると思うんですよ。1つは結社の自由、まあ、表現の自由系ですね。結社の自由で攻めるか、あるいは13条の問題にするか、プライバシーの問題にするか、どっちでいきましょうか。結論から言うと、どっちでも構いません。あの、筋が通っていればどっちでもいい。というか、憲法学者の間でも、ある権利を何条で構成するかというのは当然、対立があるはずです。で、これね、で、特にどっちで構成するかによって違憲審査基準が大きく変わる話でもないですね。例えば、表現の自由と経済的自由の両方構成できるんだったら、当然表現の自由ですよ。そっちの方が違憲審査基準厳しくなりますから。
ただこの2つだったらそんな変わんないんでどっちでもいいです。ただ私は結社の自由にしてますし、レックもそうしてます。で、なんで結社の自由にしたかをお話しすると、13条っていうのは他の人権で拾えない権利だけを規定してますよね。ってことは結社の自由で拾えるんだったらこっちで拾うのが本筋じゃないかと思って私はこっちを使いました。ただもちろん13条でも構いません、全く構いません。でね、ちょっと時間の関係上、この問題の本質について少し切り込んでいきたいと思います。でね、この問題は団体を要するに指定して誰でも分かりそうな機関紙のほかウェブサイトとかの名称を提供しているってもんですね。本件は団体指定して機関紙やウェブサイトの名称、でこれ目的としては情報収集と自覚を促す。まあ、なんか問題なさそうにも思いますよね。で、この機関紙とウェブサイトの名称報告ですけど、これは誰もが見れる。で、この誰もが見れるをどっちの方向で評価するかです。一つは権利制約が小さい。で、もう一つは何でしょうか。誰もが見れる機関紙やウェブサイトの名称を1ヶ月に1回報告してもらったとして、これは行政側に役に立ちますか。立つわけないんですよ。だって公安ですよ。簡単に言うと公安なんかこんなの把握してるに決まってるし、もともと誰もが見れるんだから Google なんかにポンポンと検索すれば簡単に出るんですよ。だからこれ意味ないんです。実は誰もが見れる情報提供意味がない。これ行政が集められる、簡単に、というかすでに把握してる。そもそも団体指定できるぐらいなんだからこんな情報は把握してるに決まってる。行政が簡単に容易に把握できる。ということはこれ真の目的は情報収集じゃないですよね。で、これをどう表現するかというと、この情報収集目的と関連性がないんですよ。だからもうすでに行政が持ってる情報みたいなもんだから、これ関連性ない。だからこれが真の目的なんですね。まあ、試験員がねどう考えてるかっていうのはそこまで明確じゃないんですけど、私はこれだと思います。試験員考えてること、これ意味がないから情報収集との関連性がなくて、自覚促す、つまり圧力かけるのが真の目的だ。で、なんで私がこんな発想に至ったかというと、これね、報告が1ヶ月に1回って頻繁なんですよ。あ、そこで怪しいなと思いました。で、こんな感じで書いていくと、まあ、違憲方向につながっていきます。ただね、一方でこんなことまで書かなくてもそれなりに筋通ってれば、憲法ってね、みんなそんなにいい答案書けるわけじゃないんで普通に受かりますので、そこは大丈夫です。安心してください。で、私の答案例見ましょう。行使回答例の2ページ目ですね。第2制約2です。
制割には当該団体の結社の事業を侵害し違憲ではないか、規制割には監察対象の団体に対し活動のために利用している機関紙ウェブサイト SNS 等のアカウントの1ヶ月ごとの報告を義務付けており、団体の活動に制約を加えるもので権利侵害があると主張する。でこれに対し国側はあくまでアカウント等の名称の報告を義務付けるだけであり権利侵害はないと主張する。でこの点結社の自由には団体が団体としての意思を形成しその意思実現のための諸活動について公権力の干渉を受けない権利が含まれる。そして規制まれに法律案骨子の第2の2に掲げる行為のいずれかを行い処罰された構成員が全体の 10% 以上を上る団体について活動のために利用している機関紙等の名称の報告を義務付けることは公権力が当該団体を監視しているというメッセージを伝えることになり団体としての意思決定に少なからず影響を与える。その意味で結社の自由の間接規制約にはなっていると解する。でここも実は苦労しました。だって情報提供を表面上は義務付けているだけですよね。これが結社の自由の侵害になるか。例えばねちょっと話脱線しますけど会社って登記でいろんな事項を国に報告してますね。あれって権利侵害になるか。一般的にはならない。なんでかというとあれは法人っていう国の認めた制度を利用するからそれぐらいの負担を負いなさいということなんですね。でこれ一般の団体ですからそこまでの負担を負わせるべきではないっていう立論もありえるんだけど、そうは言ってもただの情報提供じゃないかって国は言ってくる。そこで何の権利侵害があるかって言ってやっぱ監視してるってメッセージ伝えてる。そこだなと思って、このように構成しました。で2、審査基準。しかし結社の自由といえども公共の福祉により制約される。そしてどの程度の制約が許されるかは権利の性質と制約対応で考えるべきである。でこの点結社の自由は次のような性質を持つ。まず集会結社することにより自己の思想を結社内の他者に伝え交流を図ることで自己の人格形成の一環をなし、さらに他者の思想を発展させることにつながり究極的には民主制の発展に資するという価値を有する。でここで結社の自由の性質価値なんですけど、表現の自由の自己実現自己統治を結社にアレンジしました。で表現の自由は自分単発なんですけど、結社の自由はその内部団体内部での交流があるのでそこを踏まえて少し書き換えました。で一方で団体個人の人権を制圧することもあり表現の自由よりは本質的に規制の必要性がある。さらに本件規制は間接的制約に過ぎないので制約対応としては比較的緩やかである。でとすれば立法目的は重要で手段と目的の間に実質的関連性がある場合は合憲と解すべきである。こうしました。でここで規制丸2の立法目的は公共の安全を害する行為を実効的に抑止するため、そのような行為を助長している団体の活動を把握することとはいえ公安活動が国家の任務であることに鑑みると目的は重要と言える。でもう一個目的言ってたんですけどよくわからない目的なので後で使います。でそして手段としては機関紙のほか団体が利用しているウェブサイト等の名称の報告を義務付けることであるが、これにより行政は団体の活動状況を把握することができ、目的達成には効果的と言えそうである。また団体の指定の絞り込みも該当犯罪の処罰歴が構成員の 10% 以上という基準を用いれば実際に問題を起こした団体にだけ絞り込むことができ、さらに報告義務の対象となるのは機関紙のほか誰もが閲覧できるウェブサイト等の名称のみで氏名や住所アカウント等の機密情報は含まれない。手段として必要最小限度とも言えそうである。しかしそもそも公権力は機関紙を適切な方法で手に入れることもできるし、団体が利用している誰もが閲覧可能なウェブサイト等は容易に閲覧できるのである。公権力の側で問題の団体をリスト化し自ら調査すれば目的達成できる。還元すれば規制丸二の手段は目的達成の間に実質的関連性はない。むしろ規制丸二の真の目的は指定団体とされると1ヶ月ごとに情報提供しなければならないという煩雑な義務を課すことで指定団体の活動を妨害することにあるとさえ入れる。いずれにせよ関連性がないので違憲であるということになります。あと自覚を促すって目的も書くとしたら、あれはそもそも目的が不明確で重要度かとは言えないって書けばいいだけです。でまあ私だったらこんな感じで書きます。でレックの回答例も見ましょう。レックの回答例はねどっちかというと過剰規制だっていう筋で押してます。で7ページの、レジュメの下側で規制丸2でこれ結社の自由の規制だってしてます。2の括弧1から見ましょう。
結社の自由は、各人が団体の結成、解散、活動内容、方法について自由に決定することができるということから、これらの点について制限を加えることは結社の自由に対する制約になる。で、規制丸について見ると、指定団体に対して対象情報という公開されている情報を1ヶ月ごとに提供することを義務付け、当該情報を公安委員会などへ提供することを認めるものであって、当該指定団体の情報管理権を制限するにとどまり、団体としての自由な活動を制限するとまでは言えないとも考えられる。しかし対象情報の継続的な把握は団体の活動内容や、次のページ、主義主張を確認することを容易にするものである。そのような対象情報を一定期間定期的に規制当局によって把握されるとなると、当該団体の活動が継続的に監視されるのと同様の状況を作出することになる。そうすると規制丸には当局による規制を恐れて、構成員が自由に活動することを萎縮させる結果として、団体としての自由な活動を縮小させ、ひいては団体を結成すること自体を差し替えさせる効果を持つのであって、団体の情報管理権のみならず結社の自由に対する制約であると言える。なので制約があると言えます。で、括弧2のあ、いは結社の自由の性質です。で、これはまあ暇の時に読んでおいてください。で、う、確かに規制丸には上記の通り公開されている対象情報の提供を義務付け、関係機関に対する対象情報の提供を許容するにとどまり、団体としての表現活動それ自体を規制の対象としているものではないとして、間接的制約、厳格度を下げるべき。で、しかしでひっくり返して、規制丸には構成員が行う団体としての活動も含めて、指定団体の活動を網羅的かつ一般的に把握することを目的とするもので、規制当局が対象情報を利用して指定団体の活動それ自体を継続的に監視することが想定されている。で、そうすると規制丸に基づいて指定されている限りは、これマークしましょう、本来的な意味での自由な団体活動は差し控えられ、指定が解除された後においても再度指定されることを恐れて積極的に活動を行うことを萎縮させる効果、まあ、この回答ではそう指摘したわけですね。で、これが実際私も真の目的だとは思います。したがって規制丸には現在から将来にわたる団体活動の自由に対して強力な萎縮効果をもたらすものであるから間接的制約じゃないんだ。で、重要厳格審査基準を使うんだということです。で、やむにやまれぬ目的を指定して9ページの E を見ましょう。次に規制丸には指定の要件として過去5年以内に公共の安全を害する行為を行ったことにより刑に処せられた構成員の割合が 10% を超える団体と規定しており、報告義務が課せられる団体の範囲には限定がある。しかし指定を受けた団体は機関紙だけでなく団体として利用しているウェブサイトや SNS のアカウント等であれば、その名義の遺憾を問わず報告することが義務付けられる。そうすると当該団体の主張をするために利用しているものであれば、すべて営利庁に報告すべき義務が課せられることになり、当該サイトや SNS の中で公開されている情報はすべて営利庁が容易に把握できることになり、構成員のアカウントにあっては団体の活動とは関係のない活動は情報までも容易に把握 されることになる。このように把握できる情報に実質的な限定がない手段は公共の安全を害する行為を実効的に抑止するという目的との関係では過剰規制だ、だから違憲ということですね。で、まあ、レクの回答例の筋もね、全然あると思います。で、レクの回答例の筋は、こんだけの情報を把握されてしまうのは過剰規制だっていうやり方。で、私の回答の筋は、そもそも、こんな情報を簡単に国は把握できるんだから意味がない。弾圧とまでは言えないけど、何らかのプレッシャーを与える目的だ。そういうことで一件だということになります。で、今回の憲法の問題はまとめますと、これね、キーワードでまとめますと、まずね、間接的付随的規制、やっぱりこれでしょ。まずはここはね、基本的に気づいてもらわないとちょっとなかなか点数がつきにくいかなというところです。で、間接的付随的規制なんだけど、本当にこれで審査基準を緩めてよいか、これがまず一つのテーマだったでしょう。で、二つ目は関連性です。本当にその手段で目的達成に効果的なのか、というか関係ないんじゃないのか
で逆に関連性がないとすると真の立法目的という話にもなってきます。この手段でこの立法目的には達成には実は役立っていない。そうすると違憲になります。関連性すらなかったらね。で、この手段でこの立法目的に役立たないってことは別の隠された立法目的もあるんじゃないかって話にもつながってきます。このあたりが今回の問題で試験委員が聞いてたんじゃないかなっていうのが私の結論です。まあいろんな考え方もありますし、こういったキーワード使わない答案例もひょっとしたらあるかもしれません。ただね、一つの分析です。これはでもちろんね、今年で受かっちゃう人もいると思うんですが、もう受かっていただきたいんですけど、憲法ってね、まあ、憲法訴訟自体はね実務ではあんまりないんだけど、こういうふうに自由作文みたいな規範っていうのはね、実はねいくらでもあるんですよ。で、私ね、憲法とか行政法っていうのは実務だったらね、それほど役に立たない科目なのかなって勝手に思ってたんですけど、そうじゃなくてめちゃくちゃ役に立ちます。これ何かっていうと、例えばね、交通事故起こった時に保険会社に保険金請求する時に文章書くんですよ。で、その文書って、まあ、ある程度の基準とか法律はあるんだけど、ある意味任意交渉だから自由作文的なとこもあるんですね。きっちり規範立てたり、あとね、行政庁に抗議するときは裁量の逸脱乱用だとか使ったりするんですね。なので意外に役に立ちます。あとね、もし今年残念でもね、憲法って苦手な方も多いですね。でも逆に言うと暗記量めちゃくちゃ少ない。で、コツつかめばね、結構高得点取れますよ。みんな苦手だから。だからね、憲法はね、ある程度はやってほしい科目になります。ということで次、行政法いきましょう。で、ちょっと時間の関係上ね、行政法も法制度しっかりやりたいんですけど、もう書いちゃいます。で、今回の法制度の概要は、まあ、道路法の道路専用許可です。今回、要するに道路で屋台をやるってことですよね。で、道路で屋台やるためには道路を使う許可が必要です。これは国の法律に定められていて、道路専用許可。まず道路で屋台やるには道路専用許可が必要です。道路法32条1項6号。で、今回市の道路だから、たまたま施設管理者が市長だったってことなんですよ。これ道路管理者が許可するんですけど、これは当然市の道路の場合は市長なんですよ。だから市長が道路法上の許可をするっていうことは、じゃあ道路法上の許可基準を市長が結局するから、条例で定めてもいいよねってことで基本条例と結びつけていったって話なんです。市道の場合市長だから、結局市の許可ということになって、屋台基本条例を作って、屋台の場合は道路専用許可イコール許可と、屋台のための市道専用許可が同一となる。
まずここを理解できないと、なんで道路法が出てくるんだろうってなっちゃいます。あくまでベースは道路法なんだけど、市道だから市長が道路管理者で市長が許可をする。そこに着目した市が屋台の場合は市道専用許可っていうのを作り出して、どうせ自分が許可権者だから一緒にしていいじゃないかっていう条例を作ったんですね。まずそこを理解してください。でね、ちょっと今回行政法上の難しい話もあって、それが誘導できれいに除外されているので、そこも指摘しておきましょう。14ページの法律事務所の会議録見てください。で、14ページの法律事務所の会議録の上から1,2,3,4,5,6,7,8,9行目、 A 氏は本件条例9条を行政手続き法上の審査基準として定めたようです。これどういう意味か分かりますか。条例9条を行政手続き法上の審査基準として定めたようです。ちょっとね、画面見にくいかもしれないけど、これどういう意味なんでしょうね。で、これ少し説明しておきますね。これ結構大事です。17ページに条例の9条があるんですけど、これ見てください。市長は申請者、次条1項に規定する更新申請者を除く、以下この項において同じの申請の内容が道路法33条1項に規定する場合に該当する場合であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するときに限り指導専用許可を与えるとする。で、かっこいいじゃあ暴力団員とかじゃない。で、過去に申請者が次のいずれかであること。屋台営業従事者。で、屋台営業候補者。結局、申請者が今の屋台営業従事者そのものか、25条1項に規定する屋台営業候補者だと、指導専用許可がもらえるんですよね。で、他に指導専用許可を受けようとする場所が次のいずれにも適合すること。っていうことになってます。で、これが審査基準だと言ってるんですね。で、ちょっと道路法を見てほしいんですよ。道路法33条。道路管理者は道路の専用が全条1項各号のいずれかに該当するものであって、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであり、かつ道上2項2号から7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り道上1項の許可を与えることができる。で、まずね、ちょっと条例切り離しますよ。道路法の道路専用許可って、これ道路管理者の裁量があるのか、それとも法律の基準に該当すれば必ず許可をしなければならないものなのかっていうのは、一応これ論点なんですよ。だって許可を与えることができるって文言に着目すると、これ裁量ありそうですね、道路管理者の。一方で各号のいずれかに該当する、余地がないためにやむを得ない、政令で定める基準って、ガチガチにこれ法令の基準があるんですよ。っていうところを重視すると、これ裁量がないようにも思える。だからこれ自体まず裁量があるかどうか争いがあるんですよ。なので、この道路専用許可対裁量行為なのか規則行為なのか、これ争いがあるんですね。ただ屋台の場合はこの道路専用許可と市道専用許可が同一で、この市道専用許可の基準を条例9条が定めた。つまり基準を国の法律じゃなくて条例、しかも法令の委任がない条例が定めたってことは、これ市の裁量でやってるってことですよね。
ってことはこっちを裁量行為だって前提で論じてくださいって誘導なんですよ。これ難しいけど、指導専用許可の基準を市が定めた、条例9条が定めた、で指導専用許可と道路専用許可が一致する、でこれ審査基準って考えてるってことは、この市は道路専用許可も裁量行為だって考えてるので、こっち説をこれを前提で考えるってことになります。これ市に裁量ありってのを、だからこの誘導ちょっと読みにくいんだけど、結局は市に裁量があることを前提に論じてくださいねっていう話です。だから条例9条も裁量がある、裁量についていろいろ定めた。あの市に裁量ありっていうのはこの指導専用許可の基準を定めるにあたって市に裁量があって条例で基準を定めたってことです。でこの条例9条の前提として、これどっちかじゃなきゃいけない、屋台営業従事者か、屋台営業候補者、でこの屋台営業候補者になるものに関しては公募で選定、公募して応募してきたものに対し選定をする、で選定にあたっては委員会の諮問、委員会の諮問と基準は施行規則の19条。こういうことになってます。でまあ、ざっと本件の条文構造をまとめるとこんな感じ。これを理解できればまあまあ解けます。特に処分制なんか簡単に解けます。今回なんで処分制が問題になっているかというと、まあそもそも裁量行為かどうかの問題は簡単にクリアできたからこっちなんですね。この選定不正定はあくまで屋台営業候補者という概念に定めるだけで、屋台営業候補者になれるだけで、この屋台営業候補者になっても何も意味がないんですね、法令上は。でもこっちと連動させると屋台営業候補者じゃないと指導専用許可が取れないから法的効果がある、こっちと結びつけて法的効果があると言えれば処分性がある、そこを結びつけてくださいねという問題です。いいでしょうか。じゃあ処分制に関してはそんなにそれぐらいなので、講師回答例でいきましょう。レックの回答例もね、そんなに変わりません。講師回答例の4ページ目から、これも2時間で書いた答案例です。定説問1括弧1、本件不選定決定は取り消し訴訟の対象となる処分に該当する。で処分制の定義は書いてください、この点処分とは公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものを言う。その判断の視点はこれ、公権力性、具体的方向化性である。そして、本件不選定決定は、
A 市屋台基本条例以下条例とする25条1項の屋台営業候補者を公募した場合、その応募者に対し市長が一方的に行うものである。条例26条1項、公権力制の前提として一方的にやるというのが重要ですよね。公権力制がないものの前提として大前提として契約があります。契約じゃなくて行政が一方的にやる。でちょっと最初なんでお話しすると、行政処分の本質というのは一方的にやるということが一つなんです。なぜかというと民法の世界では権利義務が発生するというのは基本的に契約、不法行為とか法律の規定で発生するものもあるけど、お互いの同意によって発生するのが大原則。行政法の世界では法律の規定で相手が嫌と言っても一方的にやる。これが公権力制ですよね。で次ちょっと二重になっちゃってるので、そしてからこの従って公権力制があると言えるまではこれちょっと削除してください。これ二重になっちゃってるんで、そしてから公権力制があると言えるまで2つ削除してください。もう一つの方向化性は、指導占有許可と結びつければいい。でまた屋台営業を道路上でするためには道路管理者の許可が必要であるが、指導の場合において道路管理者は市長であり、その結果屋台営業のための道路占有許可は条例における指導占有許可と一致する。でこのあたりは条文を引いて丁寧に書いていってください。民法では合意と任意規定に、権利義務の発生根拠が求められますが、行政法では法律です、あと条例です。でこのあたりの仕組みの説明も丁寧にやっていってください。自分では分かってても答案に書かないと点数つきません。必ずね、分かってるなら答案に書いてください。でそして指導占有許可を得るためには申請者が屋台営業者か屋台営業候補者である必要がある。条例9条確認とすれば、屋台営業候補者でないことを確定させる本件不選定決定は処分の名当人が屋台営業できなくなるという法的効果を生じさせるものである。こういうことになります。でね、よく処分制で条文の仕組み解釈って言われますよね。であれ突き詰めたら難しいんですけど、これ簡単に言うとね、一つの制度とか一つの法律の条文だけでは法的効果ないんだけど、二つ三つ組み合わせると法的効果が出てくる。そう思っていただくと割と難しくないです。どういうことかっていうと、これ、はい、選定、屋台営業候補者に選定とか不選定はこれだけ見ると法的効果はないんだけど、こっちと組み合わせると法的効果いきなり出てきますね。あ、でも屋台営業候補者になれないと指導専用許可が得られなくて屋台営業ができないんだってつなげれば法的効果が出てくる。それが仕組み解釈の本質です。で法的効果を生じさせるものである。でここで終わってもいいんだけど、もうちょっと書きたい。もうちょっと書くのは何かというと、これね、今回は市の側も不選定決定通知が処分だと考えてます。じゃあこれ行政側も、つまり立法サイドも処分だと考えている根拠を書きたい。ということで一つ目はこれ、実際に指導占有許可及び屋台営業候補者が同一の条例に規定されてるんですね。違う法律じゃなくて同じ条例っていうことは連動してるに決まってる。この2つの制度が連動していることがうかがわれる。したがって市長が一方的に法的効果を発生させているので、公権力制、具体的方向化制ともに認められる。実際に本件条例9条は市を行政手続法上の審査基準と捉えており、条例9条の指導占有許可は処分に該当すると立法者は捉えている。とすればそれと連動する屋台営業候補者に係る不選定決定も処分と立法者は捉えているということになります。よろしいでしょうか。じゃあ設問2です。でこれは14ページの法律事務所の会議録をご覧ください。でこの会議録、行政法というのは会議録の誘導に従って解いていく必要があります。一方で本文と設問もしっかり見なきゃいけないので、行政法は本文と設問と会議録をしっかり読み込んでこの誘導に答えてください。でここで聞かれてることは全部答えてください。でね、行政法って時間配分ミスする人が結構いるんですね。前半の問題いっぱい書いて後半書けない人いるんですけど、もったいない。全部の論点に触れるようにした方が行政法点数いきます。もちろん処分制度が厚く書くんだけど、なので時間配分に気をつけてください。で本件不選定決定が処分に当たるとしても、
すでに市長は審査に対して本件候補者決定を行っているため、本件候補者決定が取り消されない限り、B さんは本件区画について屋台営業候補者への選定を受けることができないとも考えられ、本件不正定決定の取り消しを求める訴えの利益は失われていることにならないでしょうか。でその問題については放送局の解説免許に関する判例がありますので、この判例を参考にして検討してください。でこの判例大丈夫ですよね。でこの判例のエッセンスはこれですよね。行政がこれ一社しか選定しない前提で、A に免許付与、B に免許拒否。こういう事例ですよね。でこの判例は B がこっち取り消せるか、こっちは取り消せるとしてこっち取り消せるかって話と、こっち取り消せるかって話。でこれね、まさに訴えの利益と原告適格が割と結びついた事例で、 B がこっちの免許付与を取り消しても意味があるかってことと、 B がこの免許拒否取り消しても意味があるかってことです。これどういうことかっていうと、 B がこの免許拒否処分取り消しても自分に免許が与えられるとは限らないから、取り消しても意味がないんじゃないかっていうのがこっちで、こっちも免許付与取り消しても B に免許が与えられるとは限らないから、これ取り消しても意味がないんじゃないかっていうのがこっち。でも両方とも免許拒否取り消しても免許付与取り消しても一社しか免許を与えられない以上、行政庁はもう一回考えてB に免許を与えるかもしれないって考えるんですよね。これ一社しか付与されない以上、取り消すと行政は再考し、B に免許を与えるかもしれない、こういうことですよね。じゃあこれを文章化していけばいいだけ。じゃあちょっと公式作成答案でいきましょう。レックの回答でもほとんど同じです。これは第2設問1括弧2、
取り消し訴訟の訴えの利益とは、訴えを取り消す現実的必要性を言う。ここで本件不選定決定が取り消されても B に対する選定がなされるとは限らず、 B の権利救済にとって意味がないのではないかという問題が生じる。この点、放送局の開設免許に関する判例では、テレビ放送局開設にあたっての免許付与において、一方に免許を与えることと他方の者に免許を与えないことは表裏一体の関係にあり、拒否処分を受けた者は他の者への許可処分の取り消しを求めることができるとしている。これは他の者への許可処分が取り消されることで行政側が再考し、原告への免許付与がなされることを理由としている。とすれば、本件においても本件不選定決定を取り消すことで行政が再考し、 B に選定決定がなされる可能性がある。加えて本件区画についての応募者は B と C のみである。 B への不選定決定が取り消されると、その取り消しの理由を考慮して C 側は再度選定決定をするのであり、 B が選定される可能性は十分にある。よって訴えの利益は存在する。まあ、こんな感じで書けばいいでしょう。よろしいでしょうか。じゃあ次、本案です。で、この本案はですね、割と配点があって 45% の配点があるんですね。なので本案もまあまあ書かないとね、ちょっと合格にはおぼつかないというものになります。で、法律事務所の会議録14ページです。14ページの、真ん中あたりの弁護士、次に本案で主張すべき違法事由、本当の真ん中あたり、ここ見てください。ですが、B さん本件区画で10年以上も屋台営業を行っていて、 A 氏との間でトラブルもなかったのに、今後営業が続けられなくなると生活の基盤が失われてしまうと述べています。で、新しい条例を施行する場合には経過措置を設けるのが通例で、そうすることが法的に要請される場合もありますが、本件条例の施行に際して B さんのように従前から他人の名義を借りて屋台営業を行っていたもの、以下他人名義営業者というの地位への配慮はなかったのですか。市長は本件条例可決後の記者会見において、 A 市での屋台営業に係る指導専用許可は6ヶ月ごとの更新のため、本件条例の施行から6ヶ月後には屋台営業候補者が営業を開始できるよう速やかに公募を実施、その間他人名義営業の継続を暫定的に認めると述べました。そうすると他人名義営業者の地位への配慮は指導専用許可の期間の範囲内にとどまることになりますが、他人名義営業者が指導専用許可の更新を期待しうる地位を有しないのか疑問です。他人の名義を借りた屋台営業はそもそも道路法上無許可営業にあたり、法的な方に値しないということでしょうか。しかし本件条例制定に至るまでの経緯や関係法令の規定等に照らして、屋台営業において他人の名義を借りることは営業の実績がすべて法的な方に値しなくなるほど悪質な行為と評価できるのでしょうか。本件条例が違法とであるとまでは言えないとしても、本件不設定決定の違法事由を検討する上で、まずは B さんの地位に配慮に欠けることがなかったか検討してくださいって言ってます。で、これね、どう書くか結構難しいところなんですよ。要するに B さんの既得権益があるんで配慮しろっていう話なんだけど、そもそもね、ちょっと条文を見てほしいんだけど、条例は違法じゃないって言ってますね。で、施行規則に考慮要素が書いてる18ページの19条、選定基準、条例26条に規定する規則で定める基準は次に掲げる通りとする。1、関係法令等を遵守し、安全で快適な公共空間及び良好な公衆衛生を確保する具体的な取り組みが示されていること。2、市民地域住民及び観光客に親しまれ、観光資源として A 氏を候補することができる屋台を目指し、従来の A 氏らしい屋台文化を守るとともに、新たな魅力を創出するため創意工夫が見られること。3、地域の清掃活動に参加すると地域貢献に向けた具体的な取り組みが示されていること。4、町に賑わいや人々の交流の場を創出し、町の魅力を高めようとする意欲が感じられること。はい。今回の B ですけど、 B みたいな既存業者の既得権益に配慮しなければならないって条文はありますか。少なくとも直接的な文言としては明らかに示されてない。これ結構難しいんですよ。じゃあ B 保護するためにどうしたらいいか。で、条例の違法性は論じなくていいっていうから、だいたいね、コースとしてはこんな感じしかない。設問2、
P の地位に対する配慮に欠けるという立論ですね。でこれ条例は適法という前提で論じろって言ってるんだから、2つしかないんですよ。まず施行規則に B さんみたいな人を保護する基準を設けなかったことが違法。既存の業者を保護する、基準を設けなかったのが違法。これが一つ。施工規則に既存の業者を保護する基準を設けなかったことが違法。もう一つは、施工規則にないんだけど市長は配慮しなければならなかった。施工規則に書いてないこととして、施工規則の基準にないが配慮しなければならなかった。でもう一つが、施工規則の基準に無理やり当てはめちゃう。これもあります。もちろん全部書いてもいいし、どれか一つや二つ選んでもいいです。ただ配点と、あとね、他に2つ違法事由を書けって言われてるんですよね。他にあの委員会の、諮問を無視したやつと委員会の申し合わせを無視したやつも書けって言われてるんで、ここはね、原則的に1個しか書けないと思う。だからどれを選ぶかですよ。どれでもいいんだけど、私は3番を選びました。なんでかというと、皆さんも得意でしょ、条文の文言があってそれに無理やり当てはめる方が。1、2みたいなちょっとフリーハンドみたいなところはなかなか論じにくいので、私は3でやりました。施工規則の基準に当てはめちゃう。 B の地位を配慮しなければならないんだってことを当てはめる。いいでしょうか。じゃあちょっとね、もう時間の関係上回答例見ちゃいましょう。でこれ私の回答例とレイクの回答例全然違うので面白いと思います。見比べましょう。まずは講師作成回答例5ページ第3設問2です。1、裁量の逸脱乱用。でまず A 市長の本件不設定決定には裁量の逸脱乱用がある。でこれに裁量があるかどうかも一応確認しなきゃいけない。まず A 市長の不設定決定は裁量行為である。その根拠は条例26条1項であるが、当該条文には選定基準が特に定めておらず、選定基準が特に定められておらずか、
定められておらず、道場2項で A 氏や対専門委員会が規則で定める基準に基づき適当と認めるものを推薦するとある。とすれば条例施行規則は条例の意味があり条例一体と言える。でこれ何言ってるかというと、条例が条例施行規則に基準を委任してるから、条例施行規則が要するに基準を定めてるってことです。でここで条例施行規則19条の選定基準を見ると、安全で快適な公共空間及び良好な公衆衛生を確保する具体的な取り組み、観光資源として A 氏を広報することができる屋台、 A 氏らしい屋台文化、新たな魅力を創出するための創意工夫、地域貢献に向けた具体的な取り組み、人々の交流の場を創出し町の魅力を高めようとする意欲など、観光や地域振興の観点から極めて専門技術的な判断基準となっている。また文言も曖昧である。で専門技術的な判断が要求されるのと文言が曖昧だったら、これ裁量があるんですよね。今回要件裁量です。要件裁量なのでできるって文言はないけど、できるって文言は効果裁量の話だから、でもこれだけで十分とすれば、不選定決定に関して市長の裁量があると言える。では10年以上トラブルなく屋台営業を続けてきた B の地位を考慮すべきだったか。まず前述した選定基準によれば、 B の既得権益を保護するような文言はなく、それを考慮しなかったのは適法である。しかし10年以上トラブルなく屋台営業を続けてきた B は A 氏らしい屋台文化を構成しており、また長年続けてきたことから経営基盤や顧客も安定しており、新たな屋台より観光や地域振興に良い影響をもたらす可能性はあった。しかし当該事情を考慮していない A 市長の判断には、考慮すべき事情を考慮しておらず裁量の逸脱乱用がある。私は施行規則の基準にこうやって当てはめました。でね、これよく実務でも使うテクニックなんですけど、法律家がよく使うテクニックです。例えば法律よくやってない人やりがちなんですけど、 B に地位に配慮すべきで結論を導くために B の生活がとかやっちゃうと、これダメなんですよ。だって B の生活が危ないから B に地位に配慮すべきって、これ法律に関係ないし、むしろこんなのやったら違法ですよ。だからこれ考慮しちゃダメなんです。これは、基準に該当しない。でもなんで B の地位に配慮すべきかというと、これ長年やってきたんですね。長年やってきたのに生活が打ち切られると苦しい、こんな B さん側の立場から立論してもダメなんですよ。でもこの長年やってきたってとこは、逆に言うと市の観光に貢献できるっていう方向も位置づけますよね。長年トラブルなくやってきたってことは、これからも市の観光に貢献してくれる、しかも A 市らしい屋台文化っていうのは長年やってきたことに結びつきますね。これ長年やってきたから A 市らしい屋台文化、あと地域貢献とか、こっちに結びつくから長年やってきたらこっちの事情として考慮すべきだったって立論はできますね。だから市長には考慮不尽の違法があるって立論すればいい。だからワンクッション置くんですよ。これ法律家使うテクニックなんだけど、 B の地位に配慮すべきだって言ってもよくないんだけど、 B の地位に配慮すべき、なぜかというと長年やってきたから A 氏らしい屋台文化に貢献できる。今までもむしろ A 氏らしい屋台文化というのは長年やってきた B のようなものが作り上げてきたから、こういうのもいないと困るんだって方向で立論すると、基準に該当したんじゃないか、少なくともこれを考慮すべきだったって方向になるんですね。ぜひね、この方向で書いていってください。
で、レックの回答にも近いこと書いてるんですよ。ちょっとこれが明確ではない。で、レックの回答には22ページ見てください。裁量を導くところまでは基本的な筋は一緒です。22ページのカッコ4ってとこ見てください。上側の、本門で他人名義とはいえ、これまでトラブルなく営業していた B という既存の事業者の地位への配慮を書いていたとの主張が考えられる。ここで本件条例施行規則19条各号では、安全な快適な公共空間及び良好な公衆衛生を確保する、市民地域住民及び観光客に親しまれ、観光資源として A 氏を候補することができる屋台を目指し、町の魅力を高めようとする意欲であることから、本件条例26条1項による選定決定は、観光資源として機能するか否かによりなされるべきであり、トラブルなく屋台営業している既存事業者の営業上の地位に配慮すべきものだった。で、これがちょっと曖昧で、もっとね、押し出した方がいい。つまり、トラブルなく屋台営業している B、でこの B の既得権益を保護するっていうのはダメなんだけど、長くやってきたから B 氏の観光により貢献できる、新規事業者により貢献できるかもしれないってことは考慮すべきであったってすると、規則の文言に当てはまるから、市長に考慮不尽の違法があるとつながりやすくなる。これはもうちょっとね、明確に書いた方がいいですね。そういうことになります。でぜひね、その法律家らしい頭の働かせ方をね、マスターしてほしい。そういう問題でした。ストレートにいっちゃうとダメってことになっちゃいます。じゃあ次ですね。じゃあ15ページの弁護士法律事務所の会議録に戻りましょう。弁護士 D、 ところが委員会の各委員がこの申し合わせ通りに審査を行った結果、ほとんどの区画について B さんのような他人名義営業者が屋台営業候補者として適当と認めるものとして推薦されたため、不審に思った市長が委員会の議事録を取り合わせて申し合わせの内容を知ったのです。前回市長選挙で屋台営業の刷新を公約に掲げて当選した市長としては、屋台営業者の交代をより積極的に推進して公約を実現したいと考え、委員会の審査結果から申し合わせに基づく点数を差し引いた総合成績に基づいて屋台営業候補者を選定したと記者会見で発表しました。その結果 B さんの総合成績が2位になったと考えられます。事情がよくわかりました。我々としては市長は委員会の推薦通りに B さんを屋台営業候補者に選定すべきであったという立場ですので、すでに検討をお願いした他人名義営業者の地位への配慮の問題のほかに、屋台営業の実績を考慮して審査を行うという委員会の申し合わせが合理的だったかという問題を検討する必要があります。委員会の申し合わせが不合理であれば、市長がこれに基づく推薦を覆すのは当然ということになりますから、具体的には委員会の申し合わせが本件条例施行規則19条各項の選定基準に照らして是認することができるか、また新規に屋台営業を始めようとして公募に応募した者の利益を不当に侵害することにならないか検討してください。なお A 氏は平成7年から A 氏行政手続き条例を施行しており、同条例は行政手続き法第2章と同じ内容の規定を設けていますので、必要に応じて参照してください、ということになります。で、これなんですけど、どう書くか。例えばレックの回答例はこの申し合わせを裁量基準だとしています。裁量基準っていうのは裁量を行使するための基準で、行政が内部で定めるんですね。で、その裁量基準というのは簡単に言うと、裁量基準がまず合理的かどうかを審査して、裁量基準が合理的なら特段の事情ない限りはその裁量基準通り処理しなきゃいけない。でも市長は裁量基準に従ってないからダメだ。レックの回答例その流れです。なのでレックの回答例からまず見ましょう。22ページですね。次に委員会の申し合わせに基づく審査に反して A 市長が本件不選定決定をしているが、申し合わせが合理的であるか否かが問題となる。で、申し合わせは審査基準と考えられるところ、これが不合理であれば A 市長がこれに基づく推薦を覆すのはむしろ合理的であると言えるからである。まあ審査基準、裁量基準ですね。で、本文で委員会は本件条例施行規則19条各項の審査において、他人名義営業者が本件条例の施行後6ヶ月以内に新たな店舗や仕事を探すことは困難である上、特に A 氏との間でトラブルがなかった場合は今後も A 氏の屋台政策への確実な貢献が期待できるとの判断から、で、これ
ちゃんと委員会は既得権益を保護するからとは一言も言ってないんですよね。屋台政策の貢献が期待できる。だって屋台って売れない業者だったらすぐいなくなっちゃいそうじゃないですか、ね、長年トラブルもなくやってたってことはこれからもやってくれるってこと、そういうことを期待して5点加点するとの趣旨の申し合わせをしていた。で、かかる申し合わせは A 氏が観光政策として屋台を活用していたことを踏まえ25点中2割の限度で他人名義営業者の地位に配慮するものであり優遇するものだったとしてもその程度は相当の範囲にとどまるものである。またトラブルなく屋台営業してきたものへの配慮は観光資源として屋台を活用する A 氏の政策に資するものといえる。で、またこのような他人名義営業者への地位への配慮は新規に応募する者の利益を不当に侵害しないかも問題となるが選定決定の更新は6ヶ月ごとになされ通算して原則3年以内とされていることから新規参入を希望する者の営業が事実上困難となるものまでとは言えず新規に応募する者の利益を不当に侵害するものではない。で、申し合わせは合理的で覆した判断は合理的でない。さらに A 市長は選挙公約で屋台営業の刷新を掲げていたため屋台営業者の交代を積極的に推進するという公約への形式的適合を追求しようとする動機で本件不選定決定をしたと考えられることから政策的合理性と無関係な自身の政治的利益を動機として処分をしたといえる。これは考慮すべきでない事項を考慮したから他事考慮として裁量の逸脱で、この回答例は選挙公約守るためという市長の動機を他事考慮として処理しました。これでいいと思います。すごくで事情を処理するっていうこの方向が大事です。で、私の回答例はレックとちょっと違う方向からこの事情を使ってみました。じゃあちょっと講師の回答例の5ページ見てください。でね、実際に2時間で書こうとすると非常に時間がなくなったんでこれ時間がない答案の書き方をしてますのでその意味で参考にしてください。もう全然時間がなかった。これですごいコンパクトに書いてます。条例26条2項で委員会が推薦するとありあえて条例で定める以上条例は委員会の推薦を尊重すべきと考えているとすれば申し合わせが合理的であり申し合わせに従わない特殊事情がない限り申し合わせに従わない決定は裁量の逸脱乱用となり違法となる。で、ここで審査基準裁量基準って言葉を私はあえて使いませんでした。なぜかというと普通ね審査基準裁量基準っていうときは市長が何か処分をするときに市長が従う基準じゃないですか。でも今回処分するのは市長なんだけど委員会が使う基準でちょっとズレがあったんで裁量基準って使うのちょっと気持ち悪いなって思ったんですよ。なので中身は裁量基準の判断要素と一緒のこと書いてるけどその裁量基準って用語は使いませんでした。ただまあこれでも分かりますよね。まさに申し合わせが裁量基準で合理的であり従わない特殊事情がない限り従わない決定は裁量の逸脱乱用となる。で、ここで委員会は他人名義営業者が新たな仕事を探すことが困難なこと A 氏との間でトラブルがなかった屋台営業者は今後も A 氏の屋台政策あ、すいません政策が間違ってますね。屋台政策漢字を政策に直してくださいへの確実な貢献が期待できるとの理由で5点を加点することとしていた。で、この点1で述べたように前者を考慮するのは違法であるが後者を考慮するのは適法である。で、むしろ考慮しなければならない。で、そして後者のみが適法な理由だとしても5点の加点は新規業者の応募を不可能にするほどではなく委員会の裁量の範囲内といる。で、新規業者への利益も考慮しろって書いてるんでもう時間がなかったんで一言だけ5点程度の加点だとまだみんなチャンスあるよ。そういうことで書きました。で、そして申し合わせを使用できない特殊事情もない。で、市長の屋台営業の刷新という選挙公約は特殊事情になるかっていうところで考慮しました。市長の屋台営業の刷新という選挙公約を守ることはそれだけで特殊事情とは言えない。したがって市長の判断は違法である。で、時間がないながらもこれね一言でもいいから触れるんですよ。こうやって新規の応募を不可能にするほどではない。市長の屋台営業の刷新という選挙公約を守ることはそれだけで特殊事情とは言えない。一言書けば点数入りますからぜひねそれは心がけてください。時間がないときはね。で、最後、諮問機関の話ですね。これ法律事務所の会議録の15ページですね。で、一番最後の弁護士 D、 そしてこれらの検討を踏まえて本件不選定決定の取り消し訴訟における違法事由の主張として市長の選定にかかる判断の内容に瑕疵があったと主張することができないか検討してください。さらに市長が委員会の推薦を覆して選定したこと自体に瑕疵があったと主張することも考えられます。
その際には行政庁である当時の運輸大臣の処分と諮問機関である運輸審議会の決定との関係について一般論を述べた判例がありますので、この判例を参考に諮問機関の機能等を踏まえて本件不選定決定が違法であると主張することができないか検討することにしましょう。まあ、この判例覚えてないかもしれないんだけど、簡単に言うと諮問委員会の決定は諮問するって法律に書いてるんだから原則として尊重しなければならない、まあ、そんなことが書いてるんですね。で、その程度のことを答案に書けば普通に点数くるんですよ。なのですごく時間がない時の処理、せっかくなんで私の回答例を見せましょう。5ページの一番下、すごく時間がない時はこの程度でいいんですよ。委員会の推薦を覆したことで、6ページ判例は道路運送法が、諮問機関への諮問とその決定を尊重して処分すべきとしていることから特段の事情なき限り諮問結果に反する処分をすることは違法と解している。で、本件でも委員会は諮問機関と言えるが参与機関じゃないですよね。絶対従えと書いてないから。でも条例があえて諮問を定めた以上当該規範が妥当する。そして2で述べたように市長の屋台営業の刷新という選挙公約を守ることはそれだけで特殊状とは言えない、よって違法となる。この程度でも点数きますよ。時間がないときはこの程度で結構です。で、実際ね2時間たらそんなに書けないんですよ。なのでこの程度でもいいっていうイメージをつけていただくのと、あと立派に書くんだったらレックのね答案例23ページの真ん中や上の2、 A 市長が委員会の推薦を覆して選定したことの瑕疵、括弧1、 A 市長が委員会の推薦に反して本件不設定決定をしたことは違法事由となるか、判例で括弧で民衆の番号まで書いてます。正式な準備書面とかだったらこう書くんですけど、答案ではこんなの書かなくていいですよ。もう判例までいいですよ。これ書くとね時間かかっちゃうんで。道路運送法が諮問機関への諮問とその決定を尊重して処分すべきとしているのは、処分行政庁が諮問機関の決定を慎重に検討し、これに十分の考慮を払い、特段の合理的な理由のない限り、これに反する処分をしないよう要求することにより、当該行政処分の客観的な適当であったと公正を担保することを法が規定するためであるとする。すなわち、ここだけ書けばいいよね。行政庁は処分の根拠法規が定める諮問機関の諮問結果を受けて処分をする場合、特段の合理的事情がない限り諮問結果に反する処分をすることは処分の適正妥当と公正を担保すべき諮問を要することとした法の趣旨に反し違法である。本文では本件不設定決定の根拠法規である本件条例26条1項及び本件条例施行規則19条括弧に基づく委員会の審査結果に反して A 市長は本件不設定決定をしている。しかし A 氏は自らの選挙公約に従い屋台経営者の刷新を進めるという動機によって当該処分をしたに過ぎず特段の合理的事情はない、なので違法事由となる。でね、立派な回答例これなんですけど、さっきの私の回答例と実は書いてること変わんないですよね。だからめちゃくちゃコンパクトに書けるんですよ。だから時間がない時の処理も合わせてこういう立派な回答例をめちゃくちゃコンパクトに書くとどうなるかっていう練習もねぜひしておいていただきたいと思います。でね、分析会こんな感じで終わりますけど、行政法に関してはこれ非常にいい問題です。で、最近やっぱ条例とか裁量基準とかそういうのがものすごく問われるようになっているのでね、ぜひ確認をしておいてください。あとね、行政法苦手だって方いるんですけど、個別行政法の仕組みをある程度把握すれば結構得になります。でね、個別行政法も例えば建築基準法を読み込むとかだったら大変なんだけど、そこまでしなくていいんですよ。例えば建築確認だってあったらインターネットに建築確認入れると行政のちゃんとサイトが詳しく説明してくれるんですよ。しかも分かりやすいサイトあるんですよ。だから行政法の問題解くときに知らない制度出てきたらインターネットで検索してください。で、それでなんとなく制度の概要を知る。で、プラス余裕があったら条文に当たってみる。そういうことを繰り返すだけでだいぶ得意になりますので、ぜひやってみてください。で、まあ、今日ね憲法と行政法、まあ、分析してきましたけど、これからねまた出題の趣旨とか出てきますので、さらなる分析をしていってぜひね、司法試験の勉強に役立ててください。それでは令和3年司法試験本試験徹底分析会広報系これにて終了いたします。お疲れ様でした。